平成29年度の北里大学合同企業研究会が12月14、15日の2日間にわたって開催されました。本日ここ相模原キャンパスでは合同企業研究会が開催されています。どんな様子なのか早速ご紹介しましょう。この企業研究会は2日間で延べ107の企業や医療機関の人事担当者から実際の業務内容や選考のポイントなどを聞くことができるまたとない機会です。昨年私たちも合同企業研究会に参加しました。私はあまり興味がなかった業界、企業、職種に触れることで視野が広がりました。私は人事担当者に直接お話を聞くことでそれぞれの企業がどのような方針なのか、自分には何ができるのかじっくり掘り下げて考える機会となりました。そうなんです。この企業研究会では業界を知る、職種を知る、役割を知る、仕事の価値を知る、社会を知ることが本当に大切なんです。企業の方々は就活生のありのままの姿を見てくれると思います。ですので就活生の皆様には、自分がどんな経験をしてきて、どんな思いでどういう行動をしてきたのか、しっかりと自己分析をしてもらって、ありのままの素直な気持ちを企業の方に伝えれば、きっと就職活動はうまくいくと思います。各ブースへは決められた時間内で自由に移動できます。積極的に訪問し、充実した時間を過ごしましょう。総合体育館ではブース形式で各回30分ずつ4回の説明が行われます。午前中は講義形式での説明会も行われています。こちらは少し時間を長くとっているので、より詳しい話を聞くことができます。自分は民間に行こうか公務員に行こうかちょっと迷ってたんですけども、今日横浜市とあと他民間企業を受けさせていただいて、公務員よりも民間で消費者のために製品を開発したりとか、そういうことをできればいいなって思いました。夏にインターンに行けなかったので、いろんなところのインターンに行ってみようかなと思ってます。もともとその自分が気になってたところもそうなんですけど、今までその視野に入れてなかった業界だったり企業も回ってみて、実際にその場でその直接話を聞くことによって、あ、こんなこと面白そうだなとか、こんなことやってみたいなっていう新たな発見につながって、その企業選択の視野が広がりましたし、数ある仕事の中で一番どういったものに向いているのかなって考えるいいきっかけになりました。十和田キャンパスの学生のために支援バスの運行も行っております。遠方のキャンパスもしっかりサポートされています。これから就職活動に挑む皆さんのために小畑先生からメッセージをいただきました。就職活動で大事なのは、希望する企業や医療機関に対して自分がどのように貢献できるか、それを自分の言葉で表すことです。そのためには就職を希望する企業、医療機関の特徴を早くから研究し、そして北里で学んだこと、自分の性格や強み、それを整理しておくことです。また就職センターや学部で行う就職ガイダンスにも積極的に参加してください。しかし就職活動がうまくいくかどうかを決めるのは、最後は学生皆さん自身の意識の高さです。応援してます。頑張ってください。いよいよこれからが本番です。3月には第2回合同企業研究会も開催されます。目標に向かって進め就活生。